どうも、毎週月曜動画更新、ジェイキッドミュージックチャンネルのご案内の皆様、どうも、ジェイキッドです。先週、前からリクエストをいただいてた、ワンオクロックのカオスミスという曲を、自分で耳コピーして、アップロードしたんですが、その曲の解説をしてほしいと、たくさんのコメントをいただいたので、今日はその曲の解説をやっていきたいと思います。それでは早速、やっていきます。まずこの曲は、半音下げチューニングですね。ハーフステップダウンチューニングです。この曲の、難しいポイントとしては、最初のイントロのアルペジオと、一番最後のアルペジオ、同じなんですけど、そこがこの曲の中では、難しいというか、結構大事なポイントになってるかなと思います。それ以外は、パワーコードのバッキングと、あとオクターブのちょっとしたフレーズと、あとはちょっとした簡単なアルペジオみたいなのでできてるんで、他はシンプルなんですけど、その最初のアルペジオが結構難しいと思いますんで、そこを重点にして解説していきたいと思います。そのアルペジオなんですが、使ってるコードが A メジャー、A メジャーじゃないんですけど、ポジションが A メジャーのところなので、この A メジャーのコードを人差し指で制覇して、この3つの弦を全部押さえて、1弦も押さえても大丈夫なんですが、弾かないのでこのように押さえてもらって、で弾いてる弦は5、4、3、2とプラス、薬指で3弦の2フレットと4フレットハンマリングする形で使ってますね。よいしょ。ですね。で、その次が人差し指をそのまま、今度は6弦全部を制覇するような感じで、弾いてるとこはこの6弦2フレットのこの音が必要になるので、Aメジャーのそのポジションからやってみると、という感じになってますね。で、その次が D メジャーのこのポジションから中指を取り除いて、1弦が開放、2弦が3フレット、3弦が2フレットと4弦開放と、で、最後が E メジャーのポジションですね。人差し指が3弦1フレットで、中指薬指が4弦5弦の2フレットと。でもピッキングしてるのは実際は6弦と3、2、1だけなんで、この2つは関係ないんですけど、じゃあゆっくりやってみます。という感じになっておりますね。指をしっかり立てて、一音一音はっきり音出すようなイメージで。
という感じになっております。そのアルペジオが終わると次はオクターブですね。サビに入る前にオクターブがありますねというフレーズなんですが、5弦の7フレットこのここと3弦の9フレットこのオクターブとここから2フレット2フレット1フレット2フレットとですね。でサビのパワーコードがフレットのルートのパワーコード、6弦2フレットのルートのパワーコード、5弦5フレットのルートのパワーコードと6弦開放のルートのパワーコード。このパワーコードのマッキングが結構いろんな場面で使われるので、で2番に入ってちょっとしたアルペジオみたいなんですけど、これは簡単ですね。1弦7と2弦の5フレットとこれになります。まあこれをやって、でまあその後自分はまあこんな感じでコードを、まあ今のはこの、まあ、A メジャーのポジションのコードと、ポジションで言うと、まあ、G フラットマイナーのコード、まあ、厳密に言うと F マイナーがこの時はまあこんな感じです。でその後がまたオクターブですね。後半の部分はさっき紹介した通りで、その前が5弦の4フレットと、3弦の6フレットのこのルートが、ルートじゃなくて、あ、ルートでいいのか、そのオクターブか、そっから2フレット下がって、でまた上がって、今度1フレット上がって、で今度ここまで上がっていきましょう。5弦の12フレットのオクターブとプラスだから3弦の14フレットですね。でまたサビに行くと、でそのパワーコードが終わった後がまあ、A で一回バーンって最後になって、で間奏に入るわけなんですけど、その次がまあこのアルペジオみたいなのをまあずっと繰り返すんですけど、これも簡単です。1弦5フレット2弦5フレットで1弦5フレットから1弦4フレットに行くと、人差し指と、中指はこのようにセットしておいて、あとこの薬指をまあ置いたりどかしたりという感じですね。という感じです。その後がまたパワーコードのマッキングに行って、で
ここのパワーコードで打った時にここから1フレット下がってでさらに2フレット下がるというパターンもできますんで、まあその辺はそのまあ曲をよく聴いていただいて、まあ覚えていただければ、まあそういうパターンもありますね、覚えてください。で、間奏が終わってまたサビに行くと、一回サビに入るときにバーンってなって、でんて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 ん、うん、とミュートバッキングで、でまたそのさっきのオクターブに。今そっからパワーコードのバッキングに入って、で最後またアルペジオと、最後 A メジャーで、 A メジャーのポジションでって感じですかね。アルペジオの部分以外はパワーコードとオクターブ、まあ、そこは、まあ、動画を見ていただいて、まあ、曲を聴いていただいて、まあ、覚えてもらえればなと思います。やっぱアルペジオの部分が一番の難関かなと思いますので、ぜひ集中して練習してみてくださいという感じで、今週の動画はこれで終わります。J キットミュージックチャンネル、また来週も再来週も動画を上げていきますんで、まあ、いろんな弾いてみたとか解説動画とか、この動画とか初めて見るよという人はぜひチャンネル登録していただければなと思います。また役に立つ、ギターを弾いてる、ギターを弾きたいという人のために役に立つような動画を上げていきたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。というわけで皆さん、また良い1週間を。それではまた。さよなら。 See you next time.